レギン・レギン・殺しシ、ガード・ダター・レギン・ワルダクミを築かれたレギンは、シグルズに撃たれる。これは、ノルウェーのスターブ教会の一つである、フィュッテ・スタード・スターブ教会のポータルに伝わる、ボルスンガ・サガを表現した扉の木彫りの一部分。絵画石碑の一種、シグルド石碑の一つであるところの、スウェーデンは、セーデル・マンランド地方のラムスンドに残る S101 の、 全国がシグルズリスト人間のうち首をはねられたレギンを描いた箇所。ボルスンが佐賀にまつわるもので1030年頃の作と推定されている。レギンは北欧神話に登場する人物。父はフレーズ丸、兄はファフニールと追ってる姉妹にリングヘイズ、ロブンヘイズがいる。なお、シズレクの佐賀では人物の続き柄が逆転している部分があり。 レギンに相当するのが、ミーメ、ファフニールに相当するのが、レギンとなっている。父フレーズマルはロッキが殺害したオッテルの賠償金として、オーディンたちから黄金を得た。レギンは兄ファフニールと共に、黄金の分配を求めたが、断られたため、兄と共謀して、父を殺害する。ところが、黄金はファフニールに、独り占めされてしまった。レギンは、その後、正体を隠して、 デンマークの王ヒャルプレクの下でタギア氏として働き、フラグランド王、シグムントの医師シグルズの養育を任される。養父となったレギンは、シグルズに様々な知識を教える一方で、勇士として育て上げ、ファフニールを殺害させて、黄金を奪おうと考えた。レギンは、ケングラムをシグルズに与え、ファフニールを倒させた。その後、シグルズが先に、 父のあだうちを果たしたいというとその度にも同行したが、ファフニールとの戦いが始まる時には、ことが終えるまでその姿を隠していた。そしてレギンは、自身にも責任があるとした上で兄を殺したことを、非難し、ファフニールの心臓を炙って食べさせてくれとシグルズに、頼んだ。しかし、シグルズは、心臓の焼き加減を確かめるために親指を押し付けた、際、火けしてしまい、 親指についた、ファフニールの心臓の血を舐めたことで鳥の言葉がわかるようになった。そのことから、シグルズは自分を殺して黄金を独占しようというレギンの悪だくみに気づき、眠っているレギンの首を跳ねて殺した。リハルト・アーグナーの学劇、ニーベルングの指輪の第二日、ジークフリートには、レギンに相当するシュズの右目が登場する。右目砕けた剣。 ノートゥーングを鍛え直すみめ。このセクションに掲載した画像はいずれも、イギリスの挿絵画家、アーサー・ラッカムによる水彩の挿絵である。1911年観光。ありがとうございます。